先生こんばんは、化粧水が合わず困っていましたが、以前先生が紹介していたワンバイ構成ザ・ウォーターメイトがとても合います。ただ、秋になってきて乾燥が気になりました。テクスチャが少しとろみのあるもので近いものはありますか乾燥肌です。ということで、そしたら10月1日にはなるんですけど、デューっていうところから出る化粧水がすっごい すごく良かったです。本当に乾燥肌の人にはおすすめのものですねヒアルロン酸で膜を貼るようなものになる膜を貼るって言っても表面だけの膜を貼るわけじゃなくて内側にも浸透しながら表面のヒアルロン酸の保水ベールをかけるっていうような感じだったのでデューっていうウォータードリップだったかなそんな感じの名前です。それがいいいいんじゃないかなかと思います。 先生、こんばんは。秋冬のスキンケアのおすすめを教えてください。26歳、混合肌、毛穴とたるみが悩みです。ポーラ、BA、ローション、イマース、キールズ、レチノール美容液、SK2 スキンパワーエリアを使っています。週末 BA の詰め替えを買うか、乾燥の季節に向けたものに切り替えた方がいいか迷っています。姿勢肌の彼も使う予定です。今のやつで全然いいと思うな。 キールズと SK2 のパワーエアリアそのままに残して、もし、オーションイマースが毛穴のやつで保湿系が足りないなって思うんだったら、それをリサージの化粧水に変えるか、今季だったら化粧水はリサージか、あとはオルビス、あとはエレクシールかなんですが、乾燥肌で男の人も使うんだったら、ベタつきはしないんだけれども、すごく使い勝手がいいリサージかな。 モイスチャーメンテライザー。ごめんなさい。これ私がいつも使ってるから箱しかないんですけど、上の方が金色の方ですね。それがいいんじゃないかなと思います。一応化粧水なんだけれども、ハリ感とシワ改善みたいな感じにもなるので、こっちがいいんじゃないかなと思います。 こんばんは、出遅れました。ファンデーション選びで悩んでいます。乾燥肌でシミが多いです。時間が経っても崩れにくいおすすめのファンデーションを教えてください。シミが多くて乾燥肌だって言うんだったら、積気性ミやビだと結構しっかりつくんですよ。美容液成分も入ってるし、崩れにくいし、しっかりつくタイプなので、いいんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。ただ、本当に一個一個消したいって言うんだったら、YouTuber のマリリンさんが出しているファンデーション、 が本当に隠れますあれは本当にマリリンさんが考案しただけあってすごくしっかり隠れるタイプなのでそれもいいかなと思います。敏感肌でも使える目のシワにいい化粧品はありますかだったら コスメデコルテの IP ショットを、これは、ナイアシアミドが入っていて、ナイアシアミドプラス秘伝のタレが入っているナイアシアミドって結構肌荒れ防止成分でもあるので、敏感肌の人でもナイアシアミドだったら、シワ改善っていうの、シワ改善には3つ。レチノール、ニールワン、うん、ナイアシアミド、この3つしかシワ改善っていうのは歌えないんですけど、その中でもナイアシアミドは比較的お肌に優しい系なので、ナイアシアミドが入っているものがいいんじゃないかなと思います。 先生こんばんは私は33歳です23歳から仕事で不規則な生活をしているせいかニキビに悩んでいます 皮膚科にも通いながら治ったりできたりを繰り返しています。今はコステコのリポソーム S ケツの化粧水をバジーシーのシステラム5、皮膚科の薬だらしんーゲルでスキンケアをしています。以前より治りました。完全には治りません。何かアドバイスをいただけませんか。ちなみに肌質はテカリやすく、鼻が黒く詰まりやすいです。だらしんっていうのは抗生剤なんですね。抗生剤とニキビができた時にそのニキビ菌を殺すというものなので、ニキビができにくくするお薬っていうのがあるんですね。それは角質を薄くしたり とか皮膚の毛穴の詰まりを良くするようなものなので名前で言うとベピオとかっていうものなので皮膚科の先生にだらしんじゃなくてその毛穴の詰まりを良くするようなベピオみたいな薬を出してもらえませんかっていうような感じで聞いていただいた方がいいんじゃないかなと思いますもしスキンケアを変えるとしたらノンコメドジェニックというようなものに変えていただけるといいんじゃないかなと思います 落ち合広子形成外科医が日焼けクリームは s p f 2以上つけても変わりなく20で十分化粧水は必要なくクリームだけで十分洗顔フォームより石鹸が界面活性剤残留がなく肌に良いと書かれていましたがどうでしょうかもちろん考え方だと思います日焼け止め SPF21 帳はあんまり意味がないっていう風うにおっしゃっているのもまあ一理あるかなとは思うんですけれどもでもいつも言うように SPF を出すときって1平方センチメートルあたり2ミリグラムをつけるので SPF20 あれば 1> 1日持つよよよううなななな計計算算にににににははるるんんでですすがが実際に生きていい私たたちのの人間の肌に置いた時にはそれと同じように計算上出ないんですよね残念ながらだから少しでもやっぱり日焼けしたくないっていう人は50を塗った方が1平方センチメートルあたり2ラムつけて絶対それよりも少なくなると思うので SPF50 つけてるつもりはやっぱ20ぐらいに減ってることはあるんですよねだから私は安心感のために50をつけてもいいんじゃないかなとは思います。ただしっかりと メートルあたり2ミリグラムつけてられるんであれば S.P.F.20 で全然いいと思います。化粧水は必要なくクリームだけでっていう方はどちらかというと脂性肌じゃなくて乾燥肌の人いいかなと思うんですが、やっぱり油性肌の人ってやっぱり油分はいらないんですよね。なのでそういう人が同じような感じにするのはまだ絶対これがダメとかっていう私はないと思うのでやっぱ肌質によると思います。洗顔フォームより石鹸が界面活性剤がないっていうのは石鹸も界面活性剤が入っているのでどっちもどっ っちかなと思いますただ論みたいなものってやっていて自分がいいと思うものが当たりだと思うので落合い先生の考え方かなと思いますが私のライフスタイルとはちょっと違うかなっていう感じなのでどっちが当たりとかどっちが間違いとかじゃないかなと思います。 インナードライの化粧水おすすめはないですかインナードライっていうか内側からしっかりもっちりさせたかったらドゥーオーガニックの化粧水とかもいいし、あとはベタですけれどもワンバイ構成の化粧水もいいし、ライスパワーナンバー11が入っているこの薬用保湿美容液、ライスパワーの これもいいし、あとはデパコスになるんですけれども、エストのザローションというローションがあるんですが、それが本当に保湿がすごくいいので、それはどうでしょうか。先生、いつも参考にさせていただいております。ともりが貝の信者です。ありがとうございます。 以前シスレーのクッションファンデを使われていたので今とても気に入って使用中ですが他にもスキンケア効果のあるファンデーションを使用してみたいと思ってクッションクリームリキッドそれぞれ1万円前後でおすすめがあれば教えていただけるとありがたいです。 ちなみに私はアラフォー乾燥肌ではそこまでカバー力はいりません。長々すみません。クッションファンデだったら今季は BA ですね。BA からクッションファンデが出てるんですよ。BA のスキンケアを日中も使ってるのと同じような高等化だったりとかっていうことができるクッションファンデになります。ツヤもあります。ただカバー力がすっごいあるわけじゃないので人によると思うんです。カバー力いらなくて美容液タイプが欲しいっていうんだったら BA がクッションファンデではいいかなと思いますし、 こちらの絶キセミやビはカバー力もしっかりあるんですけれども乾燥もしないし何といってもこのビタミン C を取り込むトランスポーターの活性を促してくれる成分が入っているのでビタミン C を自分の美容液を使っている人だったらいいかなと思いますもう一つ美容液ファンデでおすすめといったらやっぱりランコムですねランコムのアプソリューのクリームファンデは美容成分がもうドンと入っているのでそれも1万円ぐらいしちゃってお高いんです ですけれども、ほんとツヤとカバー力も結構ありますね。だけれども、やっぱりそのアクソサリューのスキンケアをやっているような感じで、使うのはそれがいいんじゃないかなと思います。